さあ、私に任せろ。もはやプロ級やけんな。来いよ、来いよ。あー、来る。いや、私プロですから。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。それじゃあ、今回も、また新しく、この島に住んでもいいよという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。じゃあ、QR コードを読み取る。ほい、チータンくん。ノリ系第一印象気さく。特徴、直感&勢い重視。大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい。ガンガン型、元気の塊タイプ。思いつきで何でもやる。何かやりだしたら誰にも止められない。めっちゃ熱いね。盛り上がって、盛り上げていってほしい。オッケー。ほい、それじゃあ早速マンション。今回もなんかいろいろわちゃわちゃとしてるね。ほい、それじゃあ、サキちゃん怒ってる。入るよ。みんなどうしたの？最近めちゃくちゃ怒りっぽいの？何事なの？どうしたどうした？ネムちゃん。なぜ？喧嘩の原因は何さ？仲直りして。ほいほい。このイライラを沈めよう。それじゃあね。チーズケーキでも食べて機嫌直そうよ。ほい、あげる。こんがりきつね色に。久々にってついこの間ショートケーキ食べたけどね。あんまり美味しくなかった？チーズケーキが嫌いなの？なんてことだい。ふんふん。仲直りしていただかなくっちゃ。それじゃあ、お風呂に入っておいで。ほい。食後のお風呂。食後って言ってもまあデザートだけどね。いいね、いい感じでほっぺたがピンクだね。元からだけど。おし、これでさっぱりしたね。お風呂上がりでもきっちりメイクがされているって素敵。ほいほい、いってらっしゃい。ねむちゃーん。なんか部屋に飾られとるものがさ、個性的すぎて逆に落ち着かない気が。なんかよくわからんよね。多分、アーティストの人とかからしたらいいんかな。お、謝った。お、よかったよかった。うまくいきました。よかった。ありがとうございます。いえいえ。もう喧嘩をしないように。仲良くしてね。なになに？お、実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。ニュース速報、何が入った？ミーニュース。ほいほい。おお、マジか。しく悩み事400個解決。ペースが早いな。やばいね。おお。大々的に行われる。おお、愛ちゃん、ありがとう。400個ってやばいよね。銀のトロフィー。次は金だね。目指せ金。ありがとう。そして、朝一。しっかり購入していくよ。お、ホットケーキ。シッシーさん買ってあげて。めっちゃ虫。買うよ。じゃあ、ホットケーキ多分私持ってたよね。パンケーキやったっけ？いや、違うよね。ほい、買う。5個ぐらいで。そして、フライングディスク。久々に見てみようか。貼って、お、ちょうどいい感じに飛んでったんじゃない？まあ、クラ君自体も動いてくれたけど。ほい。じゃあ次、なっちゃーん。いいね、いいね。おう。素敵。体をひねっての。これ真ん中に投げたら、真ん中に投げれてねー。すご
やばい。これさ、クラ君となっちゃんの間ではせんの？ねえ、あっちでも投げればいいのに。これ。真ん中に投げたいんだ、私。は、こうしたらどっちが行く？あー、なっちゃんが動くのか。ごめんね。お、そっち行く？おー。あ、ごめん。行くよって言ってくれてた。ごめんね。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ、早速、マンション。お、今回恋愛が2つ、あったよね。ね。ほい。ということで、ナミちゃん、入るよ。さあ、誰だい、相手は。ちょっとだけ、そっとしておいてください。ほう。実は、ハットのことが好きです。ハットくん、ダメだ、ダメだ。相手がいるんだよ。びっくりした顔をされたけど。なっちゃんがいるのよ。相手がいるから。ねえ、最近多いね、そういうの。大変だわ。私やられなんですね。そうなんだよ。しかも、結婚しちゃってるから余計ね。まあ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 、ほら。ね、気分転換にちょっとお着替えでもしたらどうでしょうか。ほら、この季節だから浴衣とか着てさ。ああ、ごめん。こういう慰めるときに限って落とすっていうやつね。最悪。どう？それでハッピーな気分になってお祭りにでも、お、スイカも、スイカも。すごく気に入った。もうちょっとで落ち込みのなくなるね。大丈夫だよ、ナミちゃん。ほい、それじゃあ、みゆちゃん、入るよ。お、みゆちゃん。みゆちゃんは？なんだろう？なんだろう、どうした？実は私、でも、マサオも好きなんです。え？どっちに告白すればいいでしょうか？ケンくんはね、りんちゃんと付き合ってるんだ。マサオさん。どんな感じで告白したらいいですか？ね。じゃあ、ロマンチックに。告白する場所はどこがいいでしょうか？場所はね、どうしようかな。場所は、公園で。その前に着替えた方がいいですかね？いや、このまんまで十分可愛いさ。わかりました。では、勇気を出して告白してきます。ほいほい、行ってらっしゃい。さあ、どうなるだろうか。頑張れ、みゆちゃん。マジか。なんかね、その場所に来てももらえんってめっちゃくちゃ悲しいよね。なんてことだ。残念な結果に終わりました。あー、みゆちゃんはもう、それでも私、みたいなことにはならないのか。いやいや。ほら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 。ね。ほら、デザートでも食べて。どうしよう、マカロンとか、はい。これで、どうぞどうぞ。ちょっとは気が紛れるよ、きっと。すごく美味しかったようです。ほらほらほら。お、1位になった。大丈夫、みゆちゃんにもきっといい出会いがあるさ。ほい、そしてミーニュース、見てこう。ほいほい、お願いします。トイレ立てこもり事件。うわー、みんなが大変なことに。アユナ、アユナしっかり。あたりは騒然と。ちょっと照れた顔とか、ふざけんな。だよねー。マジで？もしかして居合わせたの？さっきいた？ほい、ありがとう。ほい、お、あ、いいな、いいな、いいな。いいな、いいな。ほら、めっちゃ気になっとるよ。買ってあげなよ。これ、住人が買うことはないんだろうか。
チョコレートパフェとかもめっちゃ買うよ。10個ぐらい買うよ。やった。ありがとう。いやーいいな、チョコパフェ食べに行きたいな。そう、ずっと友達とイオンやけどね、なんかめっちゃでかいパフェがあって、それを食べに行こう食べに行こうってずっとイオンやけど行けてないんよね。ライチちゃん、ライチちゃんとリンちゃん、いいね、仲良いね。てかみんな好きやね、山作ったりとか。私もこういうのちっちゃい時によくしよったな。でも波でさーってかき消されたりとかするんよね。近くでしよる県なんやけど。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回もまたこの島に住んでもいいよと言ってくださった方がいらっしゃるので、新しくね、QR コードを読み取っていきたいと思います。 QR コードを読み取る。ほい、リカちゃん。ノリ系第一印象奇策。特徴、直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい。キラキラ型、みんなのアイドルタイプ。いつでも元気いっぱい、やる気いっぱい。みんなの憧れ、でも陰で苦労してる。もう見た目からしてキラキラよね。ほい。じゃあマンション行ってみよう。入る。さあ、今回は？とりあえず、新しく来たリカちゃん、あ、すげえな、部屋。なんだなんだ、入るよ。あ、入れなかった。ちょっと待って。はい。入るよ。めっちゃ金ピカなんだけど、家。素晴らしいね。おう、そして思ったよりも早口だった。明日のためにもう少し頑張る。いいね、なんか。ちょっとした名言みたいな。ほい、じゃあライくん行こう。入るよ。さあ、何をして遊ぼうか。遊ぼう、遊ぼう。お、キャッチや。さあ、ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの。床に落としたら失敗です。スタート。お、あれは何？ベルト？あ、あ、やった！イエイ！一発！やばいやばいやばい。あの声に反応して押してしまったんやけど、タイミングぴったりやったよ。ありがとう。これは何？あの、おしゃれアイテムとして使えるの。首輪だったわ。ベルトじゃなくて首輪だったわ。マジか、そっちか。なるほどね。ありがとう。お、そして、浜辺に誰かいるね。お、あっちのは誰だ？あやかちゃんかな？あやかちゃんとしりかちゃん？多分全然別々で過ごしてるんだろうけど。何をやっているんだろうか。そして、公園にも誰かいるね。入るよ。まあ、入るよって公園やけん勝手に入れやって感じやけど。お、りんさんとノアくん。これも別々に過ごしているのかな？なんかいいね。いいね、公園のベンチでああいう昼寝とか。でも毛虫とか落ちてきそう。ほい、そしてチータン。チータンくん入るよ。遊んでください。遊ぼう遊ぼう、ぜひぜひ。お、トランプ、ババ抜きです。交代で相手のカードを引いてペアが揃ったら勝ちです。チータンくん顔に出そうじゃない？それはどういう顔？スーンって感じ。こっちだ。は、取れねえ。こっち。あれ？思った方と違ってた。でも勝ったからいいや。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。それじゃあ、大きい方で。お、お宝、鍵盤ハーモニカをもらいました。新しいね。ニューだ、ニューだ。ほい、じゃあ台湾さん入るよ。おはようです。おはようです。くしゃみが出そうで出ません。お、久々に来たね、くしゃみ。手伝うよ。さあ、私に任せろ。もはやプロ級やけんな。きっと全然鼻じゃないとここすり寄るのは気にせずに。さあ来い来いよ来いよ。あー来る。
いや、私プロですから。さあ、来い。これは、なんだと？いやー、もうちょっと収まるかなと思ったんだ。微妙な気分です。ですよね。私もだ。お疲れ様です。お疲れ様です。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回も、この島に新しく住んでもいいよという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。QR コードを読み取る。ほい。ガイタンくん。和み系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。まったり型、のんびりのびのびタイプ。急がず自分のペースで生きる。でも心配事も多かったりする。お、なんかすごいあれやね、見た目的にも。自然に囲まれた場所で、のんびり過ごしてますっていう感じがする。なんとなく。ほい、じゃあ早速マンション行ってみよう。入る。お、今回は喧嘩してないね、珍しく。じゃあ、せつなさん行こうか。なんかせつなさんと遊ぶ最近よく一緒におる気がする。え、別に親友とかじゃないよね。スーツ着てから一緒に降り出したんかな。どうもです。どうもです。何をもやってらっしゃるの、せつなさん。先とは、仲のいい恋人だと思っているのですが、俺と先のことも、どう思いますか。え、全然いいと思う。相性バッチリ。そうですか。そうそうそう。仲良くなれるということですね。てか、友達にしろ、恋人にしろ、本人同士がね、関係がいいと思ってるんなら、人がどうこういうことじゃないけんね。あ、レベル上がったよ。プレゼント。Wii U。ってことで、つながりで、まあゲームでもいいんやけど、ちょっと最近あんまり上げてない、体重計あたりを。落としてしまった。体重計落とすとかもう絶対正確に測れん感じやんね。どうぞ定期的に測ってね。しっかり人も見かけました。後で挨拶に行ってきますね。みんななんか頻繁に旅人見かけたりとか関わって行ったりとかしよるよね。じゃあ次、新しく来たガイタンくんのとこ入ります。さあ、どんな感じだろうか、喋り方とかね。ガイタンです。お、あ、やっぱりのんびりな感じなんやね、喋り方も。やや心配性、まあ、それぐらいの方がきっといいんだと思うよ。いろいろのんびり暮らしたい。いいね、いいね。でもほら、若いんだからもうちょっといろいろ遊び回ってもいいと思うよ。お、なんかアップにしてしまった。間違えた、間違えた。あ、ちょっとお腹すいとんかな。ちょっと待って、顔もアップになった。ちょっと待ってね。ほいし。とりあえず、何か食べようか。ペペロンチーノ、ピーマン、ホットドッグぐらいかな。歯ごたえのあるソーセージと焼きたてパン、マスタードはお好みの量を。これを、はい、どうぞ。いただきます。どうぞどうぞ。ケチャップとマスタードは私あのパキってやるやつを、とりあえず全部かける。お、結構美味しかった。まあ、全部かけたら多少マスタード多いかなとも思うんやけど、でもあれぐらいが私にはちょうどいい。とりあえず噴水見ていこうか。お、あれはさきちゃんとけんくんかな。で、しんくんと誰だ。なんかりんさんがすごいすごい鍛えてるんだけど、どうした。あ、ゆかちゃんや、ゆかちゃん。なんか今日は噴水広場にぎやかだね。ほい、それじゃあ次浜辺行ってみよう。お、あいかちゃん？どうした？寝てるの？あ、でも波の音、こういう波の音とかずーっと聞きよったら眠くなってくるかな。砂浜で寝るかどうかは別として。ほい、それじゃあ次喫茶店行ってみよう。お、あいちゃんとなっちゃん。あれかな、ちょっとした女子会かな。ケーキとサンドイッチを食べている。そして遊園地は？おー。リカちゃんが観覧車に乗っている。
観覧車とジェットコースターぐらいなんかな、遊園地は見れるのは。じゃあミニニュースを見ていこう。こんにちは、しょうものミニニュースをお伝えします。お願いします。最近逃げるバス停、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 不気味だな。なかなかたどり着くことができないこのバス停。もうバス停の意味ないよね。目的地に行ってしまうケースもしばしば。え、もしかしてそういう目的ですか？ダイエットに気を使ってくれているのかもしれませんね。いやいや、そんなことはないと思うよ。今ランニング中なんでキャラしないでください。あ、ごめんなさい。本気で言ってませんよね。よね。はい。はい。この素に戻る瞬間がすごくいいんだけど。ありがとう。ほい。それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回もこの島に住んでもいいよという方がまた来てくださったので、 QR コードを読み込んでいきたいと思います。はい、 QR コードを読み取る。ほい、てっちゃん。ドライ系第一印象自信家、特徴形式的、負けず嫌い、短期、ズバリ言い切る、成果にこだわる、サバサバ型、一人で行動するのが好きなタイプ、ワイワイ騒ぐことはないけど、うちに秘める力は結構すごい。お、なんか私的には見た目的にワイワイ騒ぐ系かと思った。違うんやね。ほい、オッケー。じゃあマンション見ていこう。入るよ。この友達マークすべて喧嘩じゃないだろうね。ほい、ってことで早速、新しく増えたてっちゃんのところに行きます。どうもどうもよろしくね。てっちゃんでございます。一人で行動するのが好きな男です。一匹狼っていうやつやね。ちょっとかっこよさげな。さっき、旅人と仲良くなったんで、後で遊びに行ってきます。お、その割にはなんか急激に旅人と仲良くなってるけれど、いろいろと矛盾している。まあでも仲良くなることはいいことやね。ほい、ノアくん。入るよ。お。飛んだ飛んだ。入るよ。喧嘩じゃなかったみたいでよかったわ。ほっとした。さすがにあんだけはないか。こんにちは。こんにちは。ゆずと友達になりたいです。お、ゆずちゃん、いいやんいいやん。紹介するよ。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか？どんな感じやろ。褒めてあげたらいいんじゃないかな。女の子褒められるの好きやろ。まあ男もそうやろうけど。お、来た来た来た。さあ、目いっぱい褒めてあげて。気分よくしてあげて。お、やったね。うまくいきました。よかったよかった。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ、よかったよ。お礼にこれをあげます。ん？なになに？実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。ん？黒影さんとなんかめっちゃ話しよる。入るよ。お邪魔して悪いけれども。どうもです。どうもです。たっちゃんに友達になってほしいと言われたのですが。お、いいやんいいやん。なんかあんまり一緒におるとこ想像できんけど、いいんじゃない？ちょっと話もしてきます。行ってらっしゃい。たっちゃん個性的やけんね。あー、マグマに足が突っ込むよ。てか、どこ扉？え？そこ。入ってすぐにマグマなわけね。なるほど。てか、まずさ、ガチャって開けて部屋にびっくりするよね。お、仲良くなれた。よかったよかった。うまくいきました。気が合いそうだったので友達になりました。よかったよ、気が合いそうで。お、レベルアップ。そんじゃあ道具を何がいいかな。あ、携帯とか持っとこうか。今や生活の必需品やけんね。必需品。図になるな。手術。それもそうか。うん。ありがとう。実用品使い捨てカメラをもらいました。お、女子会開催されとる。ちょっと覗いてみよっか。ここので
なんか美味しいもの食べたいね。あら、アキちゃんさっき喧嘩しよったのに。贅沢しないとね。ちょっと機嫌良くなる。黙ってるけど。私、髪の高い量かと思ってて。変えない方がいいって。今の何やってる？ダメダメ。それは変えてほしいってことかな。ねえねえ、ケオンケオンっておしゃれになったと思わない？わかる。おー、ココちゃん可愛いってね、前もコメント欄で言われよったし。なんか楽しいところないかな。離れに行かない？遊園地とか行く？公園行こうか？みんなバラバラ。ちょっと統一感。知らぬどこかにレシート型の石があるらしいよ。レシート型の石って何？それ聞いたことある。どういう状態？ペラペラ？私知ってる。ね、私知らない。見てみたい。じゃあちょっとミーニュース見ていこう。お願いします。忘れ去られた異物。何？どこから何が？何あれ？大丈夫？5年前？興奮してる場合じゃないよ。てかガラガラだね、冷蔵庫の中。あんなもんなの？え、てかあの状態で入ってたの冷蔵庫？シール貼るとこないよね。そういう問題じゃないか。ありがとう。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。